はいさーい、本日はですね、皆さんにすごいお得な、カメラ関係に関するセール情報をお届けしたいと思います。もうね、増税が始まっちゃうじゃないですか。その増税前最後のビッグセールということで、Amazon さんの方でね、タイムセール祭りというのが本日から開催されております。で、これ見てみたんですけれども、結構ね、いいなと思うようなカメラ機材が多く出品されていたんですね。なのでその中から、いくつか僕がおすすめしたいものをピックアップしてリストを制作しました。この番組の概要欄の方に書いておりますので、ぜひ、見ていってください。はい、ということでですね、いくつか僕的におすすめしたいなぁと思う商品の紹介をしていきますね。まず一つ目、こちらです。K&F コンセプトさんの、可変式の ND フィルターというものですね。これはね、僕すごい愛用してて、もう各サイズ持ってるんですよ。で、これとってもムラが出にくくてよくて、動画撮影なんかだとちょっとシャッター速度を抑えなきゃいけないですし、あとストロボ撮影なんかもそうですよね。シャッター速度を抑える必要が出てくるので、そういう時にこの可変式 ND フィルターっていうのはものすごく役立ちます。可変式 ND フィルターっていうのがどういうものなのかっていうのはね、まあ、調べたらすぐ出てくるので、そこに関してはご自身でわからない人は調べてみてください。これがね、タイムセールで各、サイズですね、安くなっておりますので、これは絶対に買いかなと思います。ご自身の、カメラのレンズに合うサイズのものを買ってみてください。僕まだこのマイク使ったことないんですけど、非常に評価の高い小型のコンデンサーマイクが出てました。こちらです。コミカさんという、メーカーのものですかね。ガンマイクです。小型のガンマイク、α6600 とか α6400 とか、そういう小型のミラーレス機にこうキュッとつけてですね、Vlog を撮るのにすごくいいんじゃないかなと思います。 GoPro なんかにつけても使えるみたいですね。で、こちらはですね、タイムセールになってるだけじゃなくて、クーポンで599円オフにもなりますので、もう実質、3000円台で買えるガンマイク、小型のものということでね、Vlog とか動画を始めたいなって思ってた人、絶対買った方がいいと思いますね。はい、続いてはこちらですね。これもね、K&F コンセプトさんの商品になってくるんですけれども、ストロボなんかを立てる用のライトスタンドですね。結構ね、安いニューアーさんとかから安いやつが出てはいるんですけど、ああいうのって剛性が弱かったりするんですよ。その分ね、こちらの K&F コンセプトさんのものは結構剛性も強いのでおすすめですね。はい、これは買いじゃないかなと思いますね。はい、続いてはこちら、ビルトロックスさんというところの、三脚ですね。こちら大型の三脚となっていて、本当に重い機材とか載せれるんですよね。最大荷重が10キロということでね、アルミ製の、ものです。はい、で、専用バッグなんかもついててこの金額ですので、まあ、かなり安いかなと思いますね。星を撮るとか花火を撮るとか、そういう長秒録をやる人とか、あとはまあ動画撮る人なんかもすごくいいんじゃないかなと思います。で、同じ三脚の流れでいくと、またもう一つ K&F コンセプトさんから一つですね、4段式のコンパクトな三脚ということで、すごいいろんな形にトランスフォームする三脚が、出品されております。これはね、僕もちょっとこれを機に1本手に入れてみようかなと思ってます。まあ、なんといってもね、値段に対して本当に機能性が充実してるというか、 K&F コンセプトさんってもともとそういう安い割にはものすごく質がいいっていうメーカーなんですけれども、これもかなりいいかなと思ってます。で、続いてですね、メディア関係になってくるんですけれども、こちら、バッファローのミニステーションですね。ポータブルハードディスクなんですけれども、1テラの容量で、5880円ということでね、まあ1テラで、さらにポータブルなので、電源を取る必要がないんですね。もうパソコンにつなげたらパソコンからの電源で作動するものになってますので、ノートパソコンを普段使ってる方なんかにもすごい便利かなと思います。どん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 写真のデータって溜まっていくと思いますので、そういうものをこう移動してね、保管するようにすごくいいんじゃないかなと思います。ちなみに僕もね、このバッファローの、ミニステーションシリーズかな、使ってるんですけれども、こちら僕のやつはね、ハードディスクじゃなくて SSD なんですけれども、このサイズ感でね、非常に重宝してます。2テラのものとかもクーポン付きでね、安くなってますので、今この機会に買うのがありかなと思います、増税前に。はい、続いてはこちらですね。今ですね、毎週日曜日に動画のことっていう、動画を配信し続けてるんですけれども、そちらでも紹介したクレーン2っていうジンバルですね。僕が使ってるものと全く同じです。僕これ買った時ね、確か7、8万したと思うんですけれども、なんとタイムセールでね、4万8000円で出ております。
はい、これ 3.2 キロの荷重に対応しているすごいパワーのあるジンバルですので、大体まあ一眼レフ乗せてもいいですし、ミラーレスはもちろんですね、大体どのカメラ乗せてもいけるっていうジンバルになってますから、これ1個持っておけば、まあ、ジンバルやりたい人にとっては間違いない機材かなと思います。はい、ということでね、これ以外にもいろいろと僕が厳選したものをアップしておりますし、また僕が厳選してないものの中にも皆さんが欲しいと思うものもあるかと思いますので、この動画見終わった後ね、もう大至急で他の人に撮られないように、下の概要欄からねリンクを見に行ってみてください。はい、ということでね、皆さんのね増税前の駆け込みカメラ機材購入の手助けになればなと思っております。はい、ということで明日の動画はキットレンズの次にどういうレンズを買えばいいのかっていうような動画を出していきたいと思いますので、そちらもお楽しみにしていてください。それでは次回もお楽しみに。 See you!